神兵だ。そんな、行動にまで鬼神兵がいるなんて。やっぱり防衛隊のみんなもコロニーの人たちも。ジュース、しっかりしろよ。そんなことでどうする。ライン、地下行動を全部掌握してるわけがないって言ってたのカルナだろ。どっかに隠れてる人たちもいるはずだ。ジュジュだってきっとまだ生きてる。ああ、僕たちはそのために来たんだ。そうでしょカルナ。そう、そうだったね。ありがとうライン、シュルク。エーテルライフル、ガド、カルダ。カルナ、カルナ衛星兵か。オドマさん、行こうライン。おう、カルナ衛星兵、なぜ戻った。オダマさん、ガドは一緒じゃないんですか。お互い話すことがたくさんありそうじゃの。ついてこい。はい。そうか。ジュジュが奴らに、あの赤い顔つきに。オダマさん、ガドは。ガドはここにはいない。いない?いないってどういうことです?わしとガドは、捕まったみんなを解放しようと、奇襲を仕掛けた。だが、手ひどく失敗した。目が覚めた時、そこにガドの姿はなかった。残っていたのは、あれ一つだった。だから、わしにはわかる。あいつは生きている。血のつながりがなくとも、あいつはわしの息子だった。あんなことで死ぬやつではない。でもよ、コロニー9の人々みたいに食われちまってたとしたら。ライン、悪い、そんなつもりじゃ。奴らは捕らえたホームスをすぐには殺さん。あの赤い顔つきが待っていると言ったのなら、なおさらだ。それは本当ですか?小僧、その剣、英雄ダンバンの剣だな。なぜお前の手にあるのかは知らんが、その力貸してもらおうか。もちろんそのつもりです。中央採掘場へ行く。奴らは捕らえたホムスを必ずそこへ連れて行く。ジュジュがいるとしたらそうだ。準備が整い次第出発するぞ。ジュジュ、ガド、お前たちの仇は取るぞ。あ、これはどうかしたか、シルク。あ、いや、
何でもないよ。